年齢の壁を打ち破り心のドアを開く、ね、この裏ですね。何ですか、こっちですね、カラオケ屋。これコーヒーショップで、ここの間、ここね、ぐるっと右と左に分かれてます。この右左側ですね、そうですね、西屋通りですね。右左左右に 4,5 軒あります。チンチャオ、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。高橋です。今私はニンビンからドンホへ夜行バスで移動中です。リクライニングはなっていますが、初老には夜行バスはきついです。バスの料金は約2100円。最終到着のホーチミンまではまだ先が長いです。バスと電車を使い陸路で南下していきます。なんか食べ物もちょっとあって、どのぐらい休憩するかわかんないですけど、それちょっとトイレに行こうかなって。ここどうですか。はい、というわけでこのバスでドンホへ到着しました。ただの4時過ぎですね。予定時間より1時間ぐらい早かった。いやー、ここの前に降ろされました。ここはビンホテルです。4時です。さあ、さあどうするか。このバスストップ看板これだけです。はい、ということでどうしようかな。最初6時って言ったんですよね。それがおじさんに見た5時、そして到着は4時という、まあ早かったことは早かったですからね。多分どこもやってないんじゃないかな。一応ホテルは予約してますが、ちょっと厳しい状態ですね。カフェとかあれば入って時間潰したいんですけど。はい、というわけでね、ホテルまでタクシーでね、メタタクシーでやってきました。3万分ですね。今2キロで近かったんですが、残念ながらホテルは閉まってまして、荷物を置くこともできませんでした。はい、近くには全く真っ暗で、コンビニすら開いていません。カフェもありませんでした。来る途中一軒パン屋がね開いてたんですけども、まあとりあえずここで時間を潰したいと思います。予定時間よりもね2時間ぐらい早く到着しちゃったんでね、しょうがないですよね。4時53分、4時5時前にですね、ホテルの鍵が開きまして、お兄さん出てきてですね、なんかチェックインさせてくれました。朝の5時前にチェックインさせてくれましたね、504号室です。ドア2つと扇風機がついて、大きなテレビついてますね。エアコンついてますね。で、眺めがですね、いいんじゃないかな、これ眺め、まあ、暗くて今何にも見えないんで、またね、真っ暗ですね。外は何にも見えないですけど。で、冷蔵庫とかついてるのかな、これ。あ、珍しく冷蔵庫ついてましたね、今回。
あ、水も入ってんのこれ。水飲んでいいのかな。水ついて、お茶も入ってついてるのこれ。お茶がついて、わ、ポット全部ついてるなこれ、すごいな。スリッパついて、カゴついて、はい、で、トイレ、バスタオルが2つと、いいですね、これ今もね、ベトナムで初で、あ、全部アメニティもいろいろ、いっぱい入ってますね。コップもついて、タオルもついて、こんな感じです。はい、ということで、いい感じの、なんか今回最高のホテルじゃないかなと思うんですけどね。はい、ここでですね、30万しなかったですね。はい、そんな感じで大丈夫かな。もしかしたらね、アーリーチェックインしちゃったんで、もう一泊分払いって後から請求するかもしれないですね。パスポートはとりあえずロープに預けております。なんかおしゃれだな、今回初のおしゃれな感じのホテルですね。以上でございます。で、この裏ですね、こっちですね、カラオケ屋、これコーヒーショップ、で、ここの間、ここね、ぐるっと右と左に分かれてます。この右、左側ですね、そうですね、ロシア通りですね。右、左、左右に 4,5 軒あります。女の子が一つの店にね、二人くらいいて、はい、おばちゃんが声かけています。ベトナムからチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。高田美高地でした。それでは See you next time. バイバイキン。60の年月を誇りに、心は自由なる舞台続く。